PEGI 12. ハローヨーロッパ、僕は今、このモンスターハンター3アルティメットのマルチプレイをしてます。ちょっと僕は今から説明しないといけないので、ごめんなさい、みんな頑張ってください。今回のこのモンスターハンター3アルティメットは、様々なシチュエーションで遊んでもらうことができます。まず、この 3DS バージョンと Wii U バージョン、こちらの方を両方、同時で発売させていただきます。この 3DS バージョンと Wii U バージョンはセーブデータの共有ができますので、例えば外でこの 3DS 版を遊んでいただいて、帰ってきてこの Wii U 版で引き続きを遊んでもらうことができます。また、それを持ち出したいときはこの3DS 版でデータを引き継いでいただいて、これでまた外で遊んでいただくことができます。このようにですね、外では 3DS 版、家ではリッチな環境での大画面での Wii U 版で遊ぶような環境もできるようになっています。さらにですね、今遊んでますように Wii U 版1人に対して、この 3DS 版3台までのローカル通信に対応してますので、例えば家で、ハンティングパーティーとかをするときは、このような1人が大画面で、後の方はこの自分のデータを 3DS 版で持ち寄って、こういうふうにマルチプレイを遊ぶことができるようになってます。また、Wii U 版の方は、インターネットを通じて遠く離れた人とも、プレイができるようになってますので、ぜひそちらの方もお楽しみください。それでは仲間のハンターたちが待ってるので、僕もゲームに戻ります。終わりました。グッタイミング。